皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめましての方、はじめまして。これからしぐみがフギアヘッズを突撃しながら実況プレイをするしぐのフギアヘッズ突撃実況プレイ始めたいと思います。というわけで皆さんこんにちは。今回はスクエアエニックスが提供するフギアヘッズという無料オンラインゲームをやっていきたいと思います。ではまず、そうですね、まずわからない方もいらっしゃると思うので簡単な解説を入れてから、始めたいと思います。まず、このフギアヘッズというゲームですが、舞台を指揮して戦うロボットシューターと言われており、この今ここにいるロボットを操作して戦う、対戦ゲームになります。でですね、まずここにいる時期、まず自分なんですが、この自分をまずキーボードとマウスで操作します。で、この左右にいるのは AI になっており、この自分がその AI に命令をすることによって操作することになります。で、その戦闘中では、シューター要素と、AI を操作して戦うストラテジー要素が混ざって、このゲームジャンルはストラテジックシューターと言われております。でですね、まずこの機体2フットと言われている機体なのですが、その中にインストールしてある人工知能のことを、フギアヘッズと言われています。いっぱいフギアヘッズはいるのですが、今ここにインストールされたらみんな可愛いですねみんなあの女性型のフギアヘッズをインストールしております。このゲーム一応、分隊のその役割も、6分隊6つの役割があるのですが、そうですね、まあそれは、後々試合を行いながら説明したいと思います。というわけで試合のルールもそうですね、それもまあ後々ということで、自分含めた、3人を3機、これを、まあ、戦場では、時期が5人同士で戦いなので、まあ、15対15の試合となります。まあ、そんなわけで早速、カジュアルマッチで、検索しておこうじゃありませんか。やっていきましょう。でですね、このフギアヘッズまだ始まってから、そうですね、今6ヶ月経過したゲームですね。もう6ヶ月っていうとあれですけど、オープンベータの時から、私は始めております。そうですね、最近になってめちゃくちゃ人気が上がったんじゃないですかね。ですね、多分皆さん、東京ゲームショー2016行ってる方は分かると思いますが、インテルブースで、フィギュアヘッズの公式大会が行われてたり、あとはそうですね、今警察のなんだっけ、バトレイパーっていう本当昔の人が喜びそうなそうですね、ここ今右下に表示されてる機動警察バトレイパーですね、今それとコラボしてます。あとは、初音ミクとのコラボなど結構いろんなものと、まだそんな色のものじゃないかもしれないですけど、結構有名なものとはコラボしてますね。あとは、ですね、JCG っていう、オンライン大会を開いてくださる会社があるんですけど、そこでも初の無料オンラインゲームとして今このフギアヘッズが確か無料、誰でも参加可能なオープン JCG オープンカップですね、オープンカップの、大会を開いたりしております。なので結構なんて言うんだろう、いろんな人が参加しやすい、環境になったので、そうですね、人口も増えたんじゃないですかね、人気も増えて、私も人が増えることはとても嬉しいことです。結構面白いのでこのゲームぜひ、まだ試合見せてないですが、皆さんもやっていただきたいなと思います。この動画を見てくださって、まあ、そんなわけでですね、マッチングが今なかなか平均待ち時間1分以下と書いてあるんですが、なかなかマッチングしないですね。まあ、いつものことって言っちゃったんですけどちょっと時間帯が時間帯なので、まあとりあえず気軽に待ちましょう。そこはまあ何かあったらあれですよ、編集パワーというもので一気にカットしていくんで。 2000 years later、 マッチングしねえんだけどマッチングはよしろー、カットすんぞここあっと、もうすぐマッチングしそうですね。よし、マッチングしましたね。そんなわけで、マッチングしたので、そうですね、まずはゴーストタウンというマップの、試合となります。でですね、皆さんこのゲームなんて言うんだろう、いろんなところで広告でも見てるといらっしゃるんですよ。広告でもフィギュアヘッズロボットを編成して戦おうってやつで、でですね、そこでも大体なんか告知で美少女 AI とか書いてあると思うんですよ。確かに美少女 AI いっぱいいるんですよ。なので皆さん、それじゃあなんか美少女 AI しかいないのかと思ったらそうじゃないんですよ。というわけでですね、今回全員男のフィギュアヘッズを入れた、分隊でやっていきたいと思います。何を言ってるかわからないと思いますが、全員男です見せてあげましょう、男というものを、男のロマンというものを、実力というものを、女に負けちゃいられねえぜ。
いや決してあれなわけじゃないですよ。本当にこの人たちが、このフィギュアヘッズが本当に頼もしいから入れてるわけですからね。はい、というわけで、ロード入ったのでちょっとここはカットして一気に試合の方に行きたいと思います。さあ始まりました試合です。まずはよろしくお願いしますを言ってさあ始めていこうじゃありませんか。ですね、まずこのゲームの、主なルールとしては、ポストチャージというものがありましてですね、そのポストチャージを最後時間切れのまたは相手のポストチャージがまあゼロにする、なんつまりですね、まあ、ポストチャージを多く持っていたチームが勝ちとなります。いよいよだぞ隊長、というわけでですね、早速命令をしておいて、さあゲームスタートです。かっこいいですね、この登場本当大好きなんですよ。最高じゃありませんか。今回使用する陛下はヘビーアサルトをやっていこうと思います。両機の2機は両方ともサポートです。とりあえずまずは前線に向かいましょう。ヘビーアサルトは、他の陛下と違ってガトリングガンという、ですね、弾切れのない銃を使うことが可能です。これはですね本当に威力が高いというか、とにかく弾切れがないんで圧倒的火力を誇ります。その代わり重量級の弱点として、爆裂タイプ、そうですね、このゲームでいうとグレネードランチャーや、ロケットランチャーなど爆発が関わっている武器に関してはめちゃくちゃ弱いです。ここに敵のエンジニアがいますね。これ後ろ取れそうですね。やっちゃいましょうか。おら食らうがね、おら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 、撃破、オッケー、ここにシャシャリ出たのがお前の範囲だ。おっと敵の砲撃だ。くっそまずいぞ、この砲撃を食らうのはまずい。今1万2万両強、とりあえずポストトリガーというものに入らせているが、ちょっときついかな、そこにエンジニアですな。あーまずい、まずいまずいまずい、攻撃はマジでまずい、攻撃はまずい。くそー、両機がやられた。前に詰めれてないがポストは無力化できた。とりあえずだな、攻撃は爆熱タイプの攻撃なんで食らってしまうとやばいんですよね、16球だと。なんで食らいたくないところです。一応砲撃ができるやつは相手のストライカーってやつが、破壊表みたいなものですね、マップのどこかに多分潜んでるはずなんで、そいつをどうにかしないとところだけど、ここから前行けない、役立てない、あと左のリーダーがやばい。でくそダメだ、2番下がれ、左の味方がやられた。こっち行かなきゃ、シフトしよう。そこに一応ヒットを置いてもらって、そこに張り付いてもらおう。とりあえず押し返さなきゃ、左から回り込まれたら下のエナーで、オッケー、こっちは取ってる。攻めるぞ、絶対取らせてもらおう。くそ、そこにストライカーの攻撃か、よかったここじゃねえ、あぶねえ。さあ相手のストライカー厄介だな。2番がやられた、ダメだ、2番下がらせよ。くそ2番もダメか、ここが踏ん張りどころだな。なかなかに難しいな。とりあえずですね、今回この、ポストチャージというものなのですが、まずリーダーがやられてしまうことで10ポイント減ってしまいます。ついでですね、味方の地点にコアというものがあるんですが、ここに敵がいるんだよな、ちょっとあれ止めないとまずいね、私がやるしかないね。おら何取ってんだよてめえら、取ってんじゃねえよ人の勝手に。おらそ、とりあえず取ったのはいいけど、とりあえずタレット取り返して、やべえな、来てんだ、一旦ここに置いて決めさせるしかねえ。そうまずいな、とりあえずやられる。おら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 、おら逃げ場ねえぞ、この前倒してやろう。ははっ、体も張ったのよ運の尽き、そこにいるやつも倒してやろう。逃がしてたまるか、 EMP ヒット、おら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 、あ、なに、くそ逃がしてたまるか、くそ逃げる気か、おら、てめえ逃げ場ねえんだよ、おら、絶望するがいい、追い詰められる恐怖を味わえ。よし、オーケー、タレットは守ってるが、くそ、まだこっちは一応勝ってる、まだ10点差で勝ってるですね。とりあえずですね、ポストを取り返して相手のコアの防御力を、なんですかね、まあ、こっちのコアのシールドが消えちゃってるんで、とにかく無力化しなきゃいけない状況ですね。ちょっと待って、正面にリーダーいる、バトリングか、瀕死音、待って、あれ一人行きたい、もったいない、今ここで仕留めることを知られているんだ。おら行くぞ、おら逃げすな、おら回復しなかったのがお前の範囲だ、なんかさらに奥にいる、そばを押し込む、おらロケラン食らっちゃいました。やばい、両機が、とりあえず両機を逃がすか、走れ一番両機、あーダメだった。そうですね、今ロケランをぶち壊れましたね、直撃ですね。
とりあえずヘビーアサルトは、ロケットランチャーなど本当爆発が苦手なんで、爆発系する苦手なんで、それには気をつけないところなんですけど、ちょっと力復活するか。上取られたし、リペアポイントに注意だ。そう、リペアポイントが回せ、一旦向かってみるか。ゲームのルールを説明したいのに、なんかもう忙しすぎて全然説明できないんだけど。というわけでですね、まず中央のポストトリガーというものが一番重要です。このゲーム総合を取ることが最も重要で、その次にタレントトリガーというところを取るのが重要です。よっしょ、マジターム巻き上がった。こいつくそ、エンペイド止まれ。よし止まった、今のやり返す。まだおら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 、うわぁ頑張れ、一番逃がし止めろ。やれーやれー、逃がすな逃がすな、追いかけろあいつ。よし、よくやった。ミスちまった。あぶねえ、なんとかなんとかイーブンだけは下げた。そうマジかよ、味方が何かしてくれるんだろう。待って、エンジニアが今ここ入って取ってるのはまずい。やばいやばいやばい、タレットにコアトされると一気にポストチャージを減らされるので、それだけは下げなくてはならない。そうまずいな、まずいな、ここを取ってくれ。判定は大丈夫、味方は取ってるから反対側から詰めよう。ここへ向かう。あーまずい、ここへ向かう。こっち取られてるか。一旦味方に知らせよう、あいつはエンジニアだ、中量級でやれるはず。相手エンジニア多いな。あ、まずいるのリーダー、そこっち取ろう。一旦横を取ろう。サプライポイントを敵が中立化した。ストライカー打つところ上手くないか。危ねえ、先読みで撃ってきやがるストライカー、あいつらうまいぞ。そう、ここで戦うとな、横から敵が来るか分かんねえぞ、怖いぞ。とりあえず上のリペアどうにかしたいところだが、くそー、前にばっかり撃ってきやがるこいつら。よし、やったな、リペアキット置いてもらおう。ちょっと回復していこう、回復して。いるねは今いるな、いるな、嫌だなあれ。よし、まず EMP を撃って、まず相手を引かせる。あーダメだ、くそ下がれ。ストライカーの攻撃うぜえ、どこにいるんだ。あ、くそ、あんなとこにエンジニアやがる。ちくしょー、配置がえぐいなこれ。隠れるか、いったん OK、 屋根があるところならストライカーの攻撃は食らわない、食らわないが、食らわないがきつい。ちょっとここに隠れててもらおう。やばいやばいやばい、うっそー、追い詰められてる、出れねー、出れなし、行って、うわーくそー、エンジニアのレールガンか、完全に追い詰められてやがる。ちくしょう、どうすればいいこの状況。まず上はダメか、上はヘビアサルトとエンジニアがいるんだろう。下は下は下で押し返されるんじゃないかな、これ。逆に下いけるかもしんない、今リーダーがだいぶやられてるから。どうにかして逆転されちまったな、とりあえずこのままだとまずい。どうにかして逆転劇を作んなきゃならない。みんなと固まろう。ただ問題は上からの攻撃が厄介だ。ここに1機だけ残しておいて、一番両機だけこっちに連れてきてもらおう。了解だ、とにかく下を押し返そう。ヘビアサルタなら下を押し返せる。上リーダー2もいんのか。ここにリーダーヒット、よし、とりあえずあっちを詰めさせると。ほらそこにいるんだろ、俺と勝負すんのか。取らせねえぞ、警戒して進むぜ。さあ残り時間2分切ったが、ここに出るとやっぱあそこから撃たれるよな。あいつどうにかしたい、警戒して進むぜ。でやばいやばいやばい、上からのやつに狙われる。お、来るか、ほら UP、 さああいつ逃げないぞ。ほら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 、よしこのやる、オッケー味方ナイス。あ、待って、もう行ってきたらまずい、もう行ってきた。ほら UP くれ、 UP くれ、ナイス味方。よし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 、いいぞいいぞ、リーダー2機やったらでかいぞ。残り1分30秒、今20点勝利している。あ、待って、そこにか、あー、そんなところに。注意不足だった、くっそ。2番2機大丈夫そうだな、詰めさせるか。援護、あそこのリーダーの援護、敵発見だ、カバー射撃だ。上にリーダーが3機もいる、ってことは今中央はガラ空きのはず。攻めてほしい、ポストを取り返すことが今は重要だと思ったが、もう同点になっている。クソ、なんてことだ。あと1分、拠点差は負けている。これ勝つには相手のリーダーを破壊するしかない。いやー、しかしこっちさらに一気やられた。クソ、ストライカーの攻撃、
当たるな。あぶね。右に敵いるだ。あいつやるしかねえ。やらなきゃ勝てねえ。おら。そこだ。お、スライカーじゃ。いける。取れる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 。おら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 。よしやった。でかいぞ。残り30秒。オッケー。そのまま無力かな。よし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 。いいぞ。あ、気持ちよくて追いつかれた。くっそ。あ、もう一体こいつ倒せばいいんだ。うわー。うわー。ちょっと待って。やばいやばい。やられるやられる。おら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 。おら、そこだ。あと6秒。おら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 。ダメか。そう、やられる。ちょっとダメだ、これ。隠れる。どうだ。くー、負けた。ちくしょー、負けちまった。同点か。同点の場合は拠点制圧数で決まっちまう。つまりこっちのが拠点制圧数が少なかった。いやー、悔しい。今のところだ、倒しに来たがってから HP 少なすぎたからな。生きること優先しちゃったけど、もうどうしようもなかったか。いやー、というわけでこういうゲームです。とりあえずですね、フィギュアヘッツめちゃくちゃ楽しいです。ですね、今のような立ち回りは多分実際にやんない方がいいです。私なりのあのご両親の戦い方なんで。いやー、でも悔しいな。今の勝てた気がしたんだけどな。次は勝ちの試合を皆さんに見せたいですね。というわけで、第1回目になりますかね。これは今回は、これで終わりたいと思います。皆さんも分かったでしょうか。男性のフィギュアヘッズでも全然優秀です。皆さんぜひ使ってください。本当頼れるんで。頼れるスキルを持ってるといいのもあれですけど、本当に皆さん男がいのあるかっこいい人たちなんで、美少女だけにとらわれないようにお願いしたいと思います。まあですね、次回は、美少女の方を使っ美少女っていうか女性フィギュアヘッズも使っていきたいと思います。というわけで今回は、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。やった、部屋手に入った、ラッキー。次回もよろしくお願いします。